さあ、札幌駅が目の前にあります。こちらのビル、札幌駅5番出口直結です。今日はここの1階鳥新さんに行きます。はい、皆さんこんにちは、山田ボスオです。昼から飲んでやろうシリーズ第何弾か分かりませんけども、今日も昼飲みです。今日のお店はこちら、秘伝手羽先唐揚げと本格串焼き専門店鳥新さんです。もう写真からうまそうだ、やばいですね。ということで昼から飲んでいきたいと思います。食べたび TV チャンネル。さあ、それでは行ってみよう。もう入って入り口、階段登ったらそこだ。はい、ここです。それでは早速、はい、乾杯。はいです。はい、ということで今日もホーナーです。どうも。昼から飲むビールはしみるね。ホーナーの横1席、ボスの横も1席っていうことで、ここは4人掛け用の個室みたいになってます。この辺はね、こういう感じの個室になってまして、向こうはね、大きい席をロールカーテンで仕切って半個室みたいな感じでなっています。だから今は4人までのね、人で来るっていう風になったら、ここの席がもうベストだね。ぜひ皆さんお越しください。今日は2時間飲み放題にしたので、いくらだっけ、もともとが1800円、もともと1800円がクーポン使って1280円です。ちなみに90分だったら、ボタン回転の飲み放題390円。まあ今特別だからねっていう感じです。ぜひご利用ください。メニュー紹介します。はい、揚げ出し豆腐、いいな、揚げ出し豆腐。はい、串焼き、はい、盛り合わせ、はい、豚しゃぶのラーメンサラダとかあります。サラダ、鮮魚、はい、刺身とかですね。はい、では当店自慢の手羽先、これが昨日から食べたかった、ありがとうございます。で、創作鶏料理、ここはもう鶏がメインなんだね。おっと、揚げ物、ヤンニョムチキン来ました。これもだ、悪魔のヤンニョムチキン、これは食えない。オーナー食うかな。そして食事、豪快、海鮮こぼれ寿司とかもあります。お、鶏白湯とかラーメン雑炊などなどもあります。以上。おう、さあやってきました、こちらの名物手羽先です。よし、ビールも新しくなったから、よい、じゃあ行ってもらおうかな。ちなみにこれがね、激辛。はい、行ってみよう、激辛。手でいかさして、うわ、いい匂いだ、このスパイスの効いた。スパイス辛いのか、うん、じゃあいただきます。うわー辛い。いや、いろんなスパイス効いてるよ、これ。へー、うん、辛いけど、おでんの辛さだけど、ああ、今来た、今来た、今来た。うん、やっぱこの辛さにはね、こいつが一番です。最高、ビールじゃあボスはね、名古屋で学んだ食い方にしようかな。ほい、まずここをね、取るんですよ。こういう風に取りまして、これを食べますが、もうすでにカメラ持てないので、ホーナー持ってください。今取って、こうなったのを食います。辛の、じゃあホーナーも苦しんでたのに、俺も食うわ、辛いの。行きますか。やばい、手が赤い。行きます。これダメだね。この辛さダメですか。うん、辛いの好きな人、好きなんだ、辛っ。そう、だんだん来ますから、これ一口目よりも。カレーの好きな人だけ食べてください。卵食う。なぜかって、もう口の中やばい。変な音になってますけど。マジで辛い、これ。卵、いただきます。
ませんもう一足も分かりませんダメだこれ順番間違えましたねすいません、ボスには伝えられなかったんで、だし巻き行ってみよう。これ数量限定って書いてたよね。いや、これ数量限定みたいですね、うん、早くない食べれないかもしれないです、ね、心して食おう、だしが効いてて、美味しい。そして、これ大根おろしも大好きなんですけど、大根おろしと合わせたらもっと最高。ああ、これ落ち着くわ。美味しい。あ、これ俺の向きだ新しいねそれね。さあ何回目の乾杯なのかな。すごい何回も、まあまあいいけど。ちなみに、はい、今気がついたというか今言ってもらったんだけど、はい、先ほど多分情報で120分2時間の料金、うんうん、1800円が何もだったっけな。1280円かな。1280円、うん、とかに言ったけど、だったのがなんと早割という5時まで入ると安い。ありがとうございます。昼飲みシリーズだからこれ昼飲み750円2時間すごくね。2月末まで大丈夫です。あ、ちなみにさっきの90分のやつは2月20日までです。さあ鶏ももの炙り焼きです。これはね自分で好きな大きさに切って食べてくださいっていうことです。では切ってください。ここにあ、柚子胡椒かな。柚子胡椒ちょっとと大根おろしもあるんでちょっととこのままでいかせていただきます。今出来たて持ってきてもらったんですけど、うん、熱いんだけど、うん、この柚子胡椒と大根のアクセントが最高に相まって天国行っちゃいました僕美味しい。どういうのさあ来ました。これが軟骨揚げ。揚げこれヤンニョムチキン。そしてチェダーチーズスノーポテトでーす。ではホーナーはヤンニョムチキン。これ辛くないのかね。見た目辛そうに見えますよね。行ってみよう。行ってきます。見た目なんか辛そうに見えるじゃないですか。全く辛くない。あ、辛くはないんだ。辛くないです。あ、ヤンニョムチキンって辛くないよね。うん、辛くなくて。美味しいです。辛ったな。飲んじゃったよ。はい、お願いします。じゃあ次、ボスのターンにして軟骨揚げ。どうでも軟骨揚げ食ってんの。大好きです。イエーイ。これも多めかな。いつもとちょっと違う。もう見るたんびにビール新しいね。何杯飲んでるか分かんないけど、さっきの値段申し訳ないね。すいません。このヤンニョムチキンに入ってる白い物体食べてみます。これは何でしょう。正解はトッポッキ揚げたやつです。いいね。さあそれじゃあポテトも食べましょう。びっくりしました。お、チーズも味もするんですけど、とてつもなく甘い。甘い？甘い。へえ。びっくりした。これ甘いじゃん。何やったんこれ。甘い。言えなかった。何が甘いのこれ。甘いでーす。じゃあもうこれボスも試してみよう。よし、行ってみよう。デザートみたいですよ。なんだろうこれ。なんだろう。粉砂糖かかってます？粉砂糖じゃないけど、スノーだから。すごい。伝えきれない。ぜひ食べに来てみてください。さあ、いろいろ食い進めてるけど、ボス的にはね、辛い。でもお店の人に聞いたらね、これで激辛なんてなんて言われてるけど、激辛です。じゃあいただきます。名古屋式で食べています。辛ーい。あー、でもこの辛さがね、いい。美味しい。こんなに辛くて大変なのに、もうビールをやめて梅シロックってすごいわ、はい、堪能してください、はい、おいーす。ボスはね、レモンサワーにしてるよ。ちなみに
やっぱ辛いらしい苦しんでる、うん、でもマジで気をつけて食べた方がいいですよ。辛いね、大好きな人は最高、あの快感感じますね。美味しい、ぜひとも食べてください。さあ、それでは締めの時間になりました。じゃあ乾杯。いいっす。いやいや、じゃあ感想どうぞ。さすがに鳥心だけあって鳥料理が多い。まあ今日もね食べきれてないんで、またいろいろとありますんで、また食べたいと思います。札幌駅前にあってすぐなの。札幌駅からすぐでここに着きますので、昼からやっております。しかもこの自粛期間中は、90分すごい安いし、120分我々がやったんだったら780円だっけ。うん、そうです。すごくね。っていうか店に迷惑かけてないことだけを祈ります。ありがとうございます。皆さんもぜひとも昼飲みできるタイミングがあったらお越しください。ということで昼から飲んだな。飲みましたね。飲み放題最高です。ありがとうございます。何より昼からやってくれるこういうお店があるから楽しめるよね。そうですね。皆さんもありがたい。ぜひお昼から飲める人は飲みに来てください。ちなみにあのマンボウ中でも8時まではねアルコール飲めますので、ぜひとも来てもらいたいなというふうに思います。ということで今日の動画はこれでおしまいです。また次の動画で太りましょう。それではさよなら。